こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回はですね、前回前々回とちょっと似たような内容になるんですけど、谷間メイクっていうのをしてみたいと思います。メイクのね、部類に入るらしいです。私最近胸が大きくなってきたとはいえ、骨格が男性骨格なので広いので、そこの広いところにね、ちょんちょんって乗ってるだけだから、その谷間とは無縁なんです。はい、いわゆる離れ乳ってやつです。だからね、グーって寄せてもなかなか谷間できないし、だって肩幅46センチあるんだよ、私肩幅46センチあるから、そのどうしてもその谷間とは無縁なんですね。だって脱いだらさ、見た目 A カップにしか見えないんだよ、うん、みんなが思ってる以上に私めっちゃ貧相なんですね。谷間とは無縁なんですけど、そのメイクで実はその谷間を作ることができるっていう風になったらね、いいじゃんいいじゃんなんでその谷間メイクにちょっとチャレンジしてみたいと思います。というわけで、ちょっくらタンクトップに着替えていきたいと思います。とめっちゃ乱暴感が出ましたよね乱暴って言ったら分かる、年代的に分からない人もいるかもしれないけど、そうそうね、乱暴みたいな感じだよね。だって腕がめっちゃメンズだし、このね、半袖焼けがね、なかなか治らないんですよね。これ一昨年の半袖焼けよ、うん、ちょっと恥ずかしいは恥ずかしいんですけど、そのちょっとここからですね、谷間メイクをしていきたいと思います。はい、はい、それではね、早速谷間メイクをしていきたいと思うんですけど、なんか今回もまたコミランが荒れそうな気がするはい、今回使っていくものなんですけど、はい、今回はこちらを使っていきたいと思います。メイベリンのフェイススタジオ V フェイスディオスティック02番のミディアムっていう色を使っていきたいと思います。メインでね、使うのはこれになります。この塗った後にぼかすので、ダイソーで売ってる極ふわシリーズのファンデーションブラシを使っていきたいと思います。あとはね、そのもうざっくりぼかす時用にですね、このスポンジも一緒に使っていこうかなと思います。昨日ちょっとね、自分の持ってるそのメイク道具で練習してみたんですけど、ベースをね、ちゃんとしっかり作ってあげた方のがその色がつきやすいというか、綺麗になりやすいので、ぶっちゃけここに化粧下地塗った方のがいいなって思いました。BB だったり CC だったり、まあ、こういったね、ものを軽く薄くでもいいから塗ってあげた方のが綺麗にできるかもしれないです。昨日ね、練習してちょっとうまくいかなかったんで、私は今回 CC クリームをですね、ここに塗っていこうと思います。てん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 。はい、化粧下地が塗れました。はい、それではね、今度はこれでですね、シェーディングというかね、ここにラインを入れていきたいと思います。これのね、すごくいいところは、1本でシェーディングとこのね、濃い色とハイライトがあるってとこですね。この谷間メイクをするには、ここにこうラインがまず重要だと思うんですけど、ここにこうラインを引っ張るじゃないですか、ここにね、こうやって谷間っぽいラインをこう引っ張るわけです。ここにね、谷間のね、大元となる影を入れていくんですけど、これがね、なかなか難しいんだ。カモメをここに描くようなイメージで、こうやって作っていきます。で、これをぼかしていくんですけど、手でぼかしてもいいし、こういうスポンジを使ってね、ぼかしていってもいいと思います。で、内側の方に向かってぼかすイメージでやっていきます。はい、どうでしょう、少し陰影がついたんじゃないかなと思うんですけど、ここにね、影ができたことで少しちょっと立体感が
出てきてると思うんだけど、ごめんね、初めてなんでそのうまくできてるかどうかわからないんですけど、今度はここのね、作ったその影の内側にこの辺ですね、この辺に今度はハイライトを入れていきたいと思います。あ、こっちシェーディングだった。このハイライトをこっちに入れていきたいと思います。その立体感が出るとこの影とその明るいところは光るじゃないですか。なのでこの凸の部分はなるべく明るくなるように、ここにハイライトを入れていきます。で今度はね、これもぼかしてその自然な感じにしていきます。で高くなっているところほどなんかあのハイライトを濃くしてもう高いよっていうイメージを作るってあげるので、まあ、こっちに行くほど薄く、こっちに行くほど高くっていう風に作ってあげるとなんか自然っぽくていいと思います。逆にね、この影は影の方でこの奥に行けば奥に行くほど色が濃くなるので、だからこっちは薄くてだん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 濃くなるみたいな感じに作ってあげると自然っぽくなるんじゃないかなと思います。でハニーと話してた時にどんな動画見たいって話をした時に、このメイク動画が見たいっていう話になったんですよね。普段やってるメイクとかいう話をしたら、そうじゃなくて普段やってないようなメイクの動画が見てみたいんだっていう話をされたんです。でせっかくひーちゃん、最近私ハニーからひーちゃんって呼ばれてるんですけど、あのせっかくひーちゃん最近お胸に肉が少しついてきたんだから、その谷間メイクとかやってごらんよっていう話をされてですね、それでちょっと勉強していろいろ調べたんだけど、谷間メイクやってる人みんな巨乳なんです。参考にならない。その大きい人がその立体感を出すためにどうしたらいいかっていうのをですね、こうレクチャーしてるんだけど、いや谷間が欲しいのはむしろ父ない人なんだよっていうふうにね、まあそこで突っ込んだらね、だからあんたがやるんだよってだからあんたがやるんだよっていうふうにあのバッサリ切られましてですね、じゃあちょっとなんかコメ欄荒れそうだけどちょっと頑張ってやってみるっていうんで、まあ現在に至るわけです。どうかな、少しハイライトを入れてまた立体感が少し増したかな、ちょっと鏡で見てみる。微妙だね。はい、最初に比べてどうでしょうか。多少ね、そのなんていうのかな、うっすらだけど陰影がついたので、あの立体感が出たんじゃないかなと思います。でこれで少しね、大きく開いた服装とかを着るときにこうやってね、ものの10分ぐらいだからちょっとシェーディングを入れてハイライトを入れてあげて立体感を作ってあげたら、そのなんだ、今までねちょっと勇気がなくて着られなかったよっていうような服装も着られるようになるんじゃないかなと私は思います。はい、でもっとねうまくその谷間とかね作れるようになったら、ね、もっと綺麗に見えるんじゃないかなと思うし、実際見えなくてもそのなんだろう、メイクしてる時にね、なんか少し自信みたいなのが湧いてくるような気がするんです。そしたらね、なんか今までできなかったことができるようになったりとか、そのなんかチャレンジできなかったことができるんじゃないかなって、そういうのにね、その谷間メイクってメイクかもしれないけど、そのメイクだからね、実際は違うかもしれないけど、メイクでね少し自信が持てたら、あのいろんなことにねあの自信が持てるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなのにね谷間メイク活かしてもらえたらなと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。あのグッドボタンとか押してもらえると私が喜びます。チャンネル登録してもらえると嬉しいな。ではでは次の動画も見てねー。